皆さんこんにちは。土地家屋調査士試験講師の木村と申します。今日は土地家屋調査士試験の中でも作図、建物の図面を描くという作業を、10分ぐらいにまとめて、皆さんの前で、実際にこのような三角定規を使って図面を描くんですよ。あとは練習すれば誰でも描けるようになりますよというのを、講義と同じように実際に、ここでやってみたいと思います。短い動画なのでぜひ最後までご視聴ください。はい、ではまずは図面を描く、その作業の前にちょっとどのような図面を描くのか、土地家屋調査士の、業務内容も交えて少しお話しさせてください。はい、まずこのような、見取り図があります。でこれは外側にあるのが土地で、この4つのこれが建物だというふうに思ってください。で実際に、このような図面を渡されて、現地に4つ建物があるから建物登記してなんていうふうに言われたとします。で実際にじゃあ4つ建物があるからこの4つの建物を必ず登記できるのか、まずはそこから始まるんですね。4つありますよと言われたとしても、まずはこの4つの建物が全部登記できる建物とは限らないよ、まずこれを考えなければいけない。で実際に、役所の資料なんかを調査して、そして現地に赴いて自分の目で調査して確認するわけです。で実際にじゃあ現場に行ってみました。そうすると例えばもうこの炉と書いてあるこの建物はもうすでに取り壊されていて現地になかった、こんなことも可能性としてはあります。でこの歯という建物に関してはこれは役所の調査ですでに登記されていた、こんなこともあります。でこの2という建物に関しては現地で確認してみたら2方向に壁がなかった、このような場合、2方向に壁がないとなるとそれって建物として登記することできないということになるんですね。要は建物とは認められませんよ。2方向に壁がないなんていうのは車庫なんかによくある話です。なのでまずは登記できる建物なの、これ実際に現場に出てこれ確認しないとこれわからないことなんですね。なので4つ建物あるから登記してと言われたとしても現地に行って役所の資料を確認して全部チェックしてみたら実際にはもうこの一番大きい「い」の建物だけだった、こんなことがあるんだよ、ちょっと面白いですよね。そういうふうに考えてもらって、じゃあこの「い」の建物、これを登記しましょうということになったとします。じゃあこの「い」の建物についての、図面を作ります。で実際に実務では手作業で図面を描いたりなんていうのは今はしません。CAD を使ってコンピューター使って描いていくことになるんですが、まだまだ試験ではこの三角定規を使って実際に手で図面を描くんですね。手書きの図面です。なので試験対策としてこれは絶対にやらなきゃいけないこと。でやはり何も知らない状態でこんなもので図面描けるのか、まずは皆さん不安だと思うんです。私も実際そうでした。なので今実際ここでやってみたいと思います。もちろん練習しなければ描けるようになりませんけれども、練習すれば誰でも描けるようになりますから。はい、ではこの図面を描いていくということで、これをちょっと詳しく寸法なんかを入れた図面が、これになります。はい、でこの形状を描いていく。で実際にこれはもともと白い部分があって、でその後この斜線部分増築されて、で実際に現地では今はこの状態ですよ、なのでこの状態を図面に描いていきたいと思います。はい、でまず定規を使って作図をする前にこの長さ、ここにね全部書いてあります。ここからここまで 6.37 メートル、
ね、これ単位メートルなんですけれども、ここの長さは 9.10 メートルで、この数値を使ってまずは累積寸法、プロット値なんていうふうに言ってますけれども、それを振っていきます。はい、でここの縦線を起点としますので、ここ0とします。で次にここの縦線を書くためには、この起点から 6.37 メートル右に行ったところにここの縦線を書いてあげればいいので、ここに 6.37 と入れてしまいます。はい、で次に縦線もう一本あります。一番右側のこの縦線を引くためには、この 6.37 とそれからこの長さですね、 9.10 を足してあげればいいので、ここの長さは 6.37 足す 9.10 15.47 ですね。 15.47、 はい、こんな風にプロット値を入れていきます。次に今度は横線書きたいので、横線を書くためのプロット値、はい、この長さの部分を起点としますので、ここを0で、次にこの横線を書くためには、この起点となったこの0から 2.73 下がったところにこの横線を書いてあげればいいので、ここ 2.73、はい、で次に 2.73、 これとそれからこの長さですね、 15.47、 これを足してあげると、18.2 ですね。はい、このプロット値を振ることで作図がとてもしやすくなります。はい、じゃあ実際にやってみますね。はい、でどのような図面の用紙なのかというと、かなり大きいです。本試験と全く同じですけれども、はい、このように枠があって A3 の用紙です、ね、でこの用紙に図面、ね、この図面に建物を描いていこうと思います。はい、じゃあちょっとこのね三角定規を見てください。はい、まあ、一般的な三角定規とはちょっと違って、まあ、2枚組なんですけれども同じ大きさです、ね、で青い文字とそれから赤い文字、ね、これ数字がわかると思うんですけれども、青い方はここ見てもらうとちょっとアップにします。500分の1というふうに書いてあります。で赤い数字の方は250分の1、ね、でこれ目盛りが振ってあるんですけれども、青い数字の目盛りはこれは500分の1の縮尺目盛り、赤い方はこっちにもありますけれどもね、赤い方の目盛りは250分の1の縮尺目盛りがすでについているので、こんな風に、はい、6.37 メートルのところでこの縦線引きたいよって言ったら、実際に500分の1の縮尺で書くんだったら、この目盛りを使ってここで 6.37 というふうに読んで書いていけば、もうそのまま500分の1の縮尺の図面が仕上がる。だから逆に言うと、これを500倍すれば実際の現地の長さになるよっていう話になります。はい、じゃあこの500分の1の縮尺でこの建物を書いてみたいと思います。はい、こんな風に定規を合わせてもらって、はい、この50のところをちょっと起点にしますね。はい、ここで横線ちょっと引きます。でこの50のところを0起点として、ここから 6.37 メートル、はい、ここが5メートルになるので 6.37、 だいたいこのあたりです。印をつけます。で 15.47、 はい、ここに印をつけます。はい、これ先ほどね、私プロット値として累積寸法を振りましたけれども、そのところに印をつけた、ね、でこの位置で縦線を引けば、図面のねこの縦のラインが引けるということになる。で次にじゃあ横線を引くためのプロット値、 2.73 と 18.20、 はい、これはどこでメモリ読んでいくのかというと、この三角定規のこの右側、ね、ここで読んでいきます。 2.73、
2.73、 だいたいこのあたりですかね。はい、そして 18.20、 だいたいこのあたり。はい、で今定規を外すとこんな状態です。はい、で今お分かりかと思いますけれども、ここの下のもう一枚の定規は一切動かしてないです。こっち固定定規なんていうふうに言います。もう動かすのはこのスライド定規、右側に来ている定規だけ。はい、でこれを最初に振ったこの印をつけたところに合わせて、ここで、はい、横線で一番下ですね、はい、印をつけたところに定規を持ってきて、ここで横線。はい、今度は縦線引きます。縦線引くために今度はこのスライド定規を、はい、このように上にずらしていきます。はい、でここ印をつけたところに持ってきて縦線。はい、でもう一つ印をつけたところに持ってきて縦線。はい、で今度起点のゼロのところまで持ってきて縦線。はい、そうすると L 字型のこの建物の形状、これが描けた、ね。じゃあ今日はもうこのままついでに土地の形状まで行っちゃいたいと思います。はい、最初に見たこの見取り図、まあ実際にこれとこれはとこれですね。この3つは登記できない。ね、もうすでにこっちはもう登記されていたよなんていう建物もあったんだということで、じゃあ実際にこの建物だけです。ね、じゃあこの周り敷地をどのように書いていくのかというと、ここに配置距離、ね、この一番下の横線から4メートル下に行ったところに南側の土地との引っかい線、ね、要は境界がありますよ。で建物の左側の今度縦線、ね、要は西側の壁ということになりますけれども、ここから3メートル行ったところに西側の土地との境界がありますよ、ね、これを頼りに今度は土地の形状を書いていきます。でこれが書けたら、あとは土地のこの縦の長さ、横の長さ、これも示されているので、このまま土地の形状も書けてしまうということになります。はい、じゃあこの一番下の今書いた建物の横線から4メートル下がったところに土地の境界が来るので、ここに切れのいい目盛りを合わせたら、ここから4メートル下がったところに印をつけます。はい、じゃあそこまで定規を下げてきて、はい、ここでこれが南側の土地との境界で、今度は、はい、左側の縦線、ここに切れのいい目盛りを合わせたら、ここから3メートル左に行ったところ、はい、印をつけてこのまま定規を上げていって、はい、こんな風に、はい、であとは敷地の長さですね。縦の長さが 33.17 メートルというふうに書いてあります。はい、じゃあこんなふうにまた、ね、敷地の境界、ここに切れのいい目盛りを当てたら、ここから12、33.17、はい、印をつけたらそこまで定規を下げてきて、はい、ここで横線です。はい、あとはもうこのね、右側縦線を引けばいいだけなので、横幅が 20.47 です。はい、ではここ今40という切れのいい目盛りをここのね境界に合わせたので、ここから 20.47、 はい、印をつけたらここで、はい、右側で線を引いてしまう。はい、これで土地の形状も描けてしまったということになります。はい、どうですかね。はい、これならできそうだというふうに思っていただけたんじゃないでしょうか、ね、でこれをどん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 練習することによってスピードも速くなる、ね、そして正確さも出てくる、ね、もうこれは練習あるのみで、練習すれば誰でもできるようになります。なのでこの部分に不安を抱いている人は
全然大丈夫ですよ、ね、これをぜひお伝えしておきたかったということになります。はい、まあ、このような形で土地家屋調査士、これ業務もそうですし、あとは試験についても、まあ、他資格とは一風変わった、ちょっと異なる部分が多い、ちょっと特殊な試験だというふうにね、これ思います。ただその分大変ですけれども、学習も飽きずに楽しんでできるというところは保証します。なのでぜひ皆さんにはチャレンジしていただきたいと思います。はい、ということで、ガイダンス短い間でしたけれども、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。